皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが7月18日に配信した火曜日恒例の予言の2回目をご紹介します。2023年7月18日の予言。 ET のお話に戻りますが、何年か前に彼は2期目の3年目に亡くなると予言しました。もし彼が連続して2期目を務めていたら、ちょうど今月がその時期となります。ですが彼は今大統領ではないため、1月6日事件に対する裁判などのあらゆる混乱が彼の周囲で起きています。まるでブロードウェイのショーのようです。闇側は彼を排除するためにあらゆる手段を用いてくるでしょう。7月の予言で夜明け前の午前3時頃にどこかで軍隊が侵攻すると予言しました。その時は一体誰がどこの国に対して攻め込むのかについてよくわからなかったのですが、そのような衝撃的な出来事が9月から11月にかけて起こるかもしれません。これは台湾侵攻ではないかと思える節もあり、その時期に中国が台湾侵攻する感じがします。そうやって中国は台湾の半導体企業を手に入れたいのでしょう。そのような出来事は起きてほしくはないのですが、ロシアが犯した過ちを中国も犯す気がします。2024年までに中国が台湾に侵攻する感じがしており、8月の可能性もありますが、多分9月あたりか遅くても10月のお話になるのではないでしょうか。心に光を抱いて台湾の友人の方々のために祈りましょう。7月の予言で9月に疫病が蔓延するかもしれないお話をしましたが、ロシアがこれから戒厳令を発動するかもしれません。それも9月のお話になる可能性があります。今まで長い間貴金属に投資すべきと申し上げてきました。もちろん食料や生活物資への投資が第一ですが、余裕があれば貴金属への投資もおすすめです。多分来年には金価格は倍になり、銀価格は2倍から3倍になっているかもしれません。スピリットによれば19世紀のカリフォルニアのようなゴールドラッシュが起こるそうです。そして不幸なことに多くの盗難事件が貴金属店や宝石店で起こるでしょう。貴金属へ投資すれば資産を倍以上に増やせるかもしれません。スピリットによればそのような状況があと数年で起こるそうです。アラバマの若い女性が乳幼児と帰宅途中で行方不明になりました。これは2日前のニュースですが、その女性は行方不明になる前に警察に通報しています。警察が現場に着いたらカリシアという25歳の女性の車や携帯、そして財布はその場所にあったものの、彼女とその子供の姿は見当たりませんでした。警察によればそれから何日か経った後の午後10時45分頃に、その女性は徒歩で帰宅する途中だと連絡を受けたそうです。彼女は保護され病院にいますが、一体彼女に何が起こったのでしょうか。子供はどこに行ってしまったのでしょうか。とても辻褄の合わないお話ですが、以前の予言でもお伝えした通り、UFO の奇怪なお話がもっと多く語られるようになります。そのことはすでに元旦予言でも触れましたが、実際今になって様々な UFO 話が出てきています。もちろんリバースエンジニアリングで人間が制作した UFO も存在しますが、その詳しい内容はこれから配信する南極に関する動画でお話しします。とても気に障るお話になりますが、どうかご覧になってください。宇宙人による誘拐についてですが、先ほどお話ししたような辻褄の合わないお話がこれからも出てくることでしょう。台湾は記録的な数の中国船が周囲を巡回していると警告を発しています。台湾政府によれば、中国は人民解放軍の演習の後に断続的に大量の軍艦を台湾に派遣しています。習近平は繰り返し台湾は中国の領土であると宣言しており、台湾人にとっては大きな脅威となっています。列車の脱線についてですが、
今まで何度か毒物を積んだ列車が脱線してオハイオで起きたような大惨事につながりました。最近ではイエローストーン川も脱線で汚染されました。またフィラデルフィア郊外では最近40両もの車両を運ぶ貨物列車が脱線し、無害であるシリコンの破片が散乱したとの報道がありました。本当に無害なのでしょうか。ノーフォークサザン社の運営する鉄道ですが、以前もこの会社についてお話ししたのを覚えていますか。以前配信した脱線に関する予言を見ていただきたいのですが、この会社はたびたび同様の事故を起こしていますし、これからも起こすでしょう。イエローストーン国立公園で火災が起きているビジョンが見えます。オーストラリアの中心部で山火事が起きているのも見えますので、どうかオーストラリアの友人の皆様、警戒を怠らないでください。オーストラリアの地図で言えば中心から少し左側に外れた場所になります。オーストラリアとニュージーランドでは地震にも警戒が必要です。過去1週間の地震活動は世界的に静かで、大きいのはアルゼンチンで起きたマグニチュード 6.6 の地震があり、以前からアルゼンチンも地震に注意すべきとお伝えしてきました。アラスカでは先ほどお伝えしたマグニチュード 7.2 の地震があり、またメキシコでも地震が起きていました。すべて今まで予言してきた場所ですが、今後も気を緩めてはいけません。オランダでは内閣総辞職がありましたが、これからもっと悪い勢力が政権を取るでしょう。周辺国への波及効果も心配です。今度の満月は自分の願望を叶えるにはうってつけですので、願望を紙に書いて天に送り届けましょう。来週に向けて新たな空からの科学的な発見についてニュースがあるかもしれません。スピリットは空から目を離さないよう言っていましたが、もしかしたら何かが落ちてくるのかもしれません。皆様の愛とご支援に心から感謝します。どうか皆様、自分に対して大胆で親切に、そして正直でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。中国が台湾に侵攻したら日本にも何かしらの影響がありそうです。皆様心に光を抱いて、そのようなことが起こらないように祈りましょう。こちらで配信できないお話や審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。